新六大将軍は誰になる。秦には六将制度というものが存在します。戦争の自由を与えられた大将軍級の武将が選ばれ、自由に戦を展開することができるというものです。かつて戦神と恐れられた昭王の時代に活躍した6人、王騎、姜、白騎、王骨、古将、芝作、彼らが最初の6将でした。また現在この制度を政が中華統一には欠かせないと感じ復活させ、現在5人の武将が選ばれています。残り1つの座を誰が射止めるのかも気になりますね。また全国の強敵を相手にするので、5人の武将の中に当然死亡する人物も現れるでしょう。というわけで今回は史実の情報も交えて、現六将で誰が死ぬ、新六大将軍の座につくのは誰だを考察してみました。史実の内容ネタバレを含みますのでご注意ください。それでは行ってみましょう。現六将で死ぬのは誰。現在は王翦、韓騎、蒙武、騰、楊端和の5人が六将を務めています。残りの1席は値する者がいないということで空席となっています。知力、武力ともに素質がなければ六将には選ばれません。また死亡以外に六将という称号を剥奪、返還も考えられます。その可能性も考慮して1人ずつ見ていきましょう。第5章韓騎。この中で現時点で一番死ぬ可能性が高いのは韓騎だと思われます。理由としては2つ考えられます。まず1つ目は韓騎の残忍さによるものです。作中にて10万人もの斬首を行い、秦王、政から直接、次にこのようなことがあれば斬首にするとまで言われています。戦によって国を滅ぼすものの、政は徴兵の呪いの再来は防がなければいけないと感じています。秦国が中華統一を目指すにあたって王の方針に合わない韓騎の死は近いのではないかと感じられます。2つ目は史実からです。現在義安の戦いにて李牧と対峙しているのが韓騎です。史実によると紀元前233年、趙国の拠点である平陽と武城を攻撃、続いて義安を攻撃するが、趙国の大将軍李牧に韓騎は大敗北。歴史書戦国策では韓騎は李牧に討ち取られ戦死したとなっています。一方歴史書史記では大敗した韓騎は激怒した秦王政によって庶民の身分へ落とされてしまったとされています。この残忍さと大敗北を考慮すると、最初に六将の席を空けることになるのは韓騎かもしれませんね。第四章楊端和。楊端和は史実にも登場してくる武将ですが、山の民の女王ではなく秦国の将軍として登場しています。秦が趙を滅ぼす戦いで活躍した将軍の一人として史実の楊端和は登場しています。さらには作中とは異なり男だったという事実もあります。キングダムでも当初の設定では女性ではなく男性だったと公式ガイドブック英傑列記にて明らかとなっていました。現在第4章である楊端和ですが、噂に上がってくるのが結婚です。山の民の女王という意味でも美しき女性の結婚という意味でも非常に気になるところです。ただ女王という立場からも子孫世継ぎを残すため結婚する可能性は非常に高いでしょう。つまりもし仮に六将の座を降りるとしても、死亡よりも結婚や出産によって降りる可能性の方が高いのではないでしょうか。第3章王翦。真理を読む天才王翦は絶対に勝つという戦以外に興味がない将軍として有名です。かつての六将白騎を彷彿とさせる武将です。さらには自分が王になるという野望も持っているという噂もあり、なかなか読めない人物でもあります。そんな王翦ですが、史実での戦の記録も残っており、王翦なしでは中華統一は成し遂げられなかったと言っても良いほど活躍しています。春秋戦国時代最強の武将として王翦を挙げる方も多いのではないでしょうか。そして史実で最後に王翦が参戦した戦いが外の戦いです。外の戦いで敗北して戻ってきた李信と蒙恬の代わりに蒙武を引き連れて、すでに老将であった王翦が出陣し勝利、秦国の中華統一に大きく貢献しました。この時王翦はすでに老将としてほぼ隠居していました。つまり王翦は戦死するのではなく六将を返還するのではないかと予想することができますね。第2章騰。騰はかつての六将王騎の副官として登場し、
その王騎にも実力を認められていた武将です。史実での記録は非常に少なく、内史という彼が務めていた役職名をつけて内史党と呼ばれています。内史というのは首都に近い県を治める長官という役職です。戦の記録としては紀元前230年、東軍率いる秦軍10万が漢に攻め込み、漢王安は捕虜として捕まり、漢が滅亡したという記述が残されています。紀元前229年には宋を攻略するため南軍の軍主に任命され駐留します。紀元前221年には秦が立国を統一し、騰は内史に任命されました。そしてこの年に亡くなったのではとされています。つまり騰は中華統一までは死なない可能性が高く、他の武将に比べると六将を返還する可能性が最も低いのではないでしょうか。第1章、蒙武。蒙武は秦国最強の武力と言ってもいいほどの剛腕で有名です。合従軍戦ではあの漢明を討ち取り、さらにはかつての猪突猛進のスタイルによって王騎将軍を死なせてしまったことから、戦術を用いるようになり、さらに強さを増しています。蒙武は戦術した王戦の底を略戦の時にも副将を務めるなど、中華統一時点まで将軍をしていたという記録があります。また蒙武については作中にも登場する重要な人物がいます。昌平君です。現在の秦国の全体の指揮を取っている知略の天才昌平君、彼らは蒙武と幼馴染であることが作中で描かれています。猪突猛進スタイルであった蒙武が昌平君の戦術通りに軍を動かすこともあるほど、二人の絆は固いものです。しかしそんな昌平君ですが、史実によると秦国を裏切り祖国の王として君臨し、秦国と争うという記録が残っています。祖国を攻略する際に幼馴染同士で争い、蒙武が涙ながらに昌平君を討ち取る姿が目に浮かんできます。これらを考慮すると、蒙武が戦死や引退によって六将の座を空けることは少ないと感じます。第6章、空席。では空席となっている第6章は誰が掴み取るのでしょうか。現在有力候補として挙がっているのは六尾美武や龍谷あたりです。次に挙げられるのが秦を含めた若手武将たち、秦、王本、蒙恬あたりでしょう。ここに羌海が食い込んでくる可能性も考えられます。キングダム1話で描かれている秦は王騎を彷彿とさせるような姿で描かれており、さらには主人公ということもあるので、中華統一前には秦が六将の座を射止めているのではないかと考えられます。そうなると羌海も六将になり、かつての羌と王騎を思い出させる描写も見てみたいですよね。また秦、王本、蒙恬を前にした戦いの中で、この3人から旧六大将軍と同じ雰囲気を感じる武将たちが数多くいました。それを考慮した場合、漢騎が敗戦、王翦が引退、楊端和が出産か結婚で返還、彼らに代わって秦が空席に座り、王本、蒙恬、羌海が加わり、最終的な新六大将軍は第1章蒙武、第2章騰、第3章蒙恬、第4章羌海、第5章王本、第6章秦で構成されるというのが一番可能性が高いのではないでしょうか。ということで今回の動画では、現6章で死亡するのは誰、新6章になるのは誰なのかを考察しました。しかし秦たちが6章を務めるのにはかなりの武功を挙げないといけなさそうですよね。皆さんも誰が新6章になるか予想して、ぜひコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。